はいどうもボブです。私は今カオサンロードに来ております。ここはですねタイバンコクにあるもう世界的に有名なバックパッカーの聖地って呼ばれている通りなんですけれども、チッコマッコやばいよここ5年前に僕初めて来たんですけど、もうその時ここパリピすぎて衝撃を受けたとこなんですね。今回5年ぶりにこのカオサン通りに来たということで、皆さんに紹介していけたらなと思います。ちょっとコロナ禍以降は活気が減ってきているっていう噂も聞いたりするんですけども、今日はそれも踏まえて確かめていきたいと思います。それでは行ってみよう。ボブトラベル。はい、カオサン通りはねこんな感じですね。もう人だかりはやっぱすごいですね。はい、はい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 、こんな感じで屋台の露店とかもいっぱい出てます。はーい、何ですかこれは。 What is this? おー、何やろ、豚肉とかそういうやつやな。あ、パッタイある。何バーツ?80バーツぐらい。 Thank you。 うお、タイのこのズボン売ってますね。100バーツやって。僕ね今日はねタイのこのパンツのねハーフパンツ履いております。でかい、これはでかい。うわ、上もあるんやな。これ上初めて見たわ。上もこういうデザインのやつあるんや。でかっ。もうバイク通ってる。わあ、スコーピオン Is this delicious? Yeah。 うわ、スコーピオン美味しい。スネーク。うわ、エビやん。やば、やばいね。 How much is this? 150。 食べてみます。 Yeah, big ミニアム。 Everything I can eat? Yeah. Really? やばい、なんか写真撮ってくれよ。 Thank you. Where are you from? ネドラン。じゃあいただきます。やばいですね。あ、カリカリ。カリカリ。ベリークリスピー。クリスピー。あ、ベリーグッド。ライクシュリンプ。エビの尻尾みたいな味した。エビの尻尾のカリカリのとこみたいな味した。あ、まずくはないわ。あ、ヘビもあります。これはやめとく。ありがとう。 Thank you。 マニー。 OK マニー。 What is this? I'm getting fried。 Dessert。 何やそれ。おいしい。 Thank you, goodbye。 サソリは冗談抜きで食べれました。エビの殻やな。エビの尻尾の揚げたカリッカリにした味した。あー、でもやっぱりコロナ前とは比べてちょっと活気が減ってる。もうちょっと露店がいろいろ並んでて、こういう座席にももう満席やった覚えがあります。あー、アフター多分だ、これタイム。おお、タトゥー。渋。タトゥーアート。あー、very good price. Take a look, my
ゃめちゃおっかまを取ってる。こんな感じで道で普通にマリファナが売ってます。すごい。Bye.
かん、マジでおもろい、これ多分おもろい。ちょっともうやばいやつ、いっぱいおる。なんかバイクの音取り、オッケー。さっきのいたよ。から一つ外れた通りに来るとこんだけ落ち着いてておしゃれな店がいっぱい揃ってます。欧米人のめちゃめちゃかっちょいい人がいっぱいおる。やば、うわパッタイはやっぱうまいんやな。パッタイ食いたいな。 Can I get パッタイエッグ？ Yeah、 パッタイエッグ食べます。めちゃめちゃうまいからな。これこれこれエッグ、This one、 yeahめっちゃ入ってるやん。40ペソ安っ。これはパッタイがこれほんまにうまいね。もうまうまそう。難しいなこれ追加が。いただきます。ベリーグーです。今まで食べたパッタイの中で一番この川山通りの一本外れた道のパッタイめちゃくちゃ美味しい。おすすめです。
なんか取り調べ受けてるやん。客行き合ってないやん。ポリス？いや、ポリス。ポリス？ポリスカムヒア？あ、プロヒビテッド。プロヒビテッド。ビコースポリス。5 minutes stop using here。あ、ビコースポリス。あ、ポリが来たら当たるのか。そういうこと。ビコースオブトリポリス？あ、ポリスが来たからあんまり客引き合ってあかんのか。さっきの子おらんやん。ちょっとポリス because of police? Yes。 あ、警察が来たらキャンの。あー、なるほど。やばいな。警察、ポリス、ポリス、ポリス。 Oh my gosh、ポリス。 Goodbye。 じゃめっちゃ静まり返るカオサン通り。警察はここクラブ街どうなんねん。てかあのさっきのさっきの俺が行ったとこも警察来たらどうなるかちょっと気になるな。ちょ見とこうか。オカマ踊ってへんやん。オカマどこ行ったねん。踊ってへんやん全然。なんかバカ静かになったな。いやヤバい、サツが来たぞみたいになってる。 YSP みたいな世界観。クラブは2
量ある割にはそんなに多ない。今母さん通りの店でマッサージしてもらってます。 Thank you。 足のマッサージバリ気持ちいいでございます。母さん通りめちゃめちゃ歩き回って踊り回った後にここ来るの最高でございます。今セブン入れでこれ買ってきたんですけど、めちゃくちゃうまい。もうヤクルトみたいな味で 300ml ぐらい入ってる。もうこれ飲みすぎ注意なぐらい入ってる。やばいわ、ピルクルみたいな、ヤクルトみたいな味、バカうまい。うん、デリシャス。やあ、ロピオビタゲン。ビタゲン。やあ。ネンネンビタゲン。ビタゲン。This is ビタゲン。ビタゲンっていうらしい。うますぎやろこれ。一撃で終わってもだ。うん、ま、乳酸菌飲料ってなんでこんなうまいやろな。はい、今日のカオさん通りの動画いかがでしたか？なんか動画見返さな分からんけど、俺がもう騒ぎ回ってなんか調子乗りまくっとう感じしかね、覚えがないんですけれども、まあまあそれはそれでちょっと恥ずかしいですが、配信できたらなと思います。もうカオさん通りはこんな感じでめちゃめちゃ活気に満ちてるんで、皆さんもなんか物足りひんなとか、もっとなんか刺激が欲しいなとか、まあ、そういう人いると思うんで、もうほんまに友達と行くのもよしですし、もう一人でちょっと思い切って行ったろかとかでももう全然いいと思うんで、このタイのカオサン通りぜひおすすめします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。カオサン通り最高。モブトラベルでは東南アジアを旅行中でございます。チャンネル登録よろしく。雨えぐい。チキンもいっとこう。ここで10時間はやばいですね。